妊娠してる。二人間妊娠中で切迫早産で自宅安静を産婦人から言われました。一人の時は平気だったのに二人目になると切迫早産、何が考えられるのでしょう。感染するのは切迫早産じゃ有効なのか、その場合どの程度断線するべきとお考えでしょうか。基本的に切迫早産っていう、まあ、診断が正しかったとすれば安静にしてるとか自宅療養してるのは悪くないと思います。それは産婦人科だっていうか昔の科の歴史からだから、そんなにバカにするもんじゃないよみたいな、何でも薬使ったり何でもなんか人工でなんかやればいいっていうところの発想にやっぱり現代生学の問題があるわけですけれども、何でも否定っていうとちょっとかわいそうになっちゃうから、嘘になっちゃうのもあるから、ちょっと注意っていうのはあると思いますね。で、2人目なんでなっちゃうのかっていうふうなのは、まあいろいろ原因があります。単純に言っても子宮口が2人目の方が開きやすいっていうのがあるので、まあそれでも当然ながらなり得ます。でもそれだけで通常はならないのは当たり前の話なので、他の要素があるというふうに思われますけれども、一番はやっぱり食べ物かな栄養状態だと思いますみたいな、一人目でもそうなんですけど、女性というのは妊娠をすることもその後に子供をお腹の中で育てるのも、さらに母乳で育児をしたりとかすることも全部そうですけど、2人分栄養は必要なんですよね。で、なんだけどそれをね、ちゃんとですね補充しないで次っていう風に進んでしまうわけよ。で、人間とか現代人が思ってるのじゃ全然足りませんみたいな、多分この書いてる人の4倍ぐらい必要です。その取り方が多分できてないみたいな、そういうイメージになる。これ順番が逆だとまた捉え方は違うんですね。で、まあ今言ったことも確率上の問題なんで、そうとは、まあ絶対そうとは限らないけど、先に、切迫早産になったり、流産になったり、なんだりかんだりとかっていう人は、普通一人目の方がね、流産したりとかの確率は高いんですよ。西洋医学的にはそれは、まあ確実に言われてることではあるわけなんですけれども、その場合は、後の人、栄養不足でどうたらこうたらとかっていうふうなのにも別の問題っていうふうなことになりますから、その場合は私は毒の影響、毒っていうか化学物質とかね、そういうのの影響が結構でかいんじゃないかなって物質的には思います。で、後半の方でなる人、今このケースも一応それに当たるんですけども、その場合は栄養不足とか、後になればなるほど栄養不足はそれが深刻になってきますのでね、っていう風なのがあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただこれはパターンで喋ってるから、この人に会って実際どんなことやってきたかっていうのは、ないと正確には言えないんじゃないかなとは思いますけれども、いう感じかな。